皆さんこんにちは、村長です。今日はボーカルトラックの存在感をしっかり出していくためにやってみる2つの方法をご紹介したいと思います。存在感を出していくのには、通常は考えてみればボリュームをちゃんと上げてミックスをすればいいということになります。ただ難しいのは、そうやって上げてしまうとボーカルには強いところと弱いところがあります。この差のことをダイナミックレンジと呼んでますけれども、そのダイナミックレンジがしっかりある方が感情豊かな音楽になるということです。そしたらボリュームを上げてしまうとですね、その強い部分がさらに飛び出たようになってしまって、バックの演奏とボーカルの関係がとっても飛び出たような音楽になりかねません。それをどういうふうに調整していけばいいのでしょうか。バック演奏に馴染んだようになりながら存在感も出していくということです。イコライザーで処理するというやり方、コンプをうまく使うというやり方、いろいろありますが、コンプ自身は差を埋めるということが主な目的なツールですので、さらにダイナミックレンジは狭まってしまいます。ここらを考えてやるには、やはりいろんなツールを使いこなすことがいいと思います。今日はソノックスから出てるオックスフォードインフレーターというソフトウェアと、先日からも解説を一度しましたが、トラックスペーサーというソフトをうまく活用してご紹介したいと思います。村長ミュージックスタジオ。まずそこに行くまでに、ダイナミックレンジというのを理解する必要があります。例えばこの画面に出ている楽曲で、低いところというのは、まあ、いわゆる A メロ、B メロ、そして強いところというのはサビということに基本的にはなるでしょう。じゃあこの真ん中にあるツール、これはラウドネスのメーターですけれども、そのうちの上の方にある今ゼロと表示されているところで、ボーカルのラウドネスを測ってみましょう。忘れはしません、教えてくれたあの遊び、 Remember 古き良きあの頃、優しく。はい、だいたいわかったと思いますが、 15LU はデシベルと考えていただいてもいいと思いますが、この15という差があります。僕が経験したところによると、ボーカルのダイナミックレンジはやはりこれぐらいはあった方が表情豊かな音楽になると思います。これだけの差があるわけですから、これはどうしても楽曲に埋まってしまう場所もあります。例えばこれを聞いてください。この部分と、そしてサビの部分はこんな感じです。このようにサビの部分ではちょうどぐらいの音量に初期値としては整えています。ここに真ん中にある青いツール、これを使ってみます。このソフトはプラグインブティックで購入したんですけれども、まあ価格的には定価で言えば1万8000円ぐらいするようなソフトです。かなり前から定番になっていまして、プロの間でもかなり使われていると聞いています。これは分類で言えばリミッタということになっています。この真ん中にある赤いボタンが0デシベルを超えないようにキープされています。そして今は全く入力は0デシベルということで、入ってきた音をそのままボリュームを上げる状態ではないです。
じゃあこの4つのフェーダーで何ができるんでしょうか。この真ん中のセクションが肝でして、ここにエフェクト 100% こういうふうにスライドがありますが、これは普通でいうドライ&ミックスみたいなもので、どれだけこれを聞かせるかということになりますが、あまりわからない方にはここはもう 100% にしておくことがいいでしょう。じゃあこれの標準値はこの辺です。ここから小さな音を盛り上げていきます。だんだん上げていきます。随分出ましたね。バイパスします。はい、どうでしたでしょうか。ものすごくツヤが出てボーカルに存在感ができます。分かりにくかったかも分かりませんので、これをソロにしてやってみます。バイパスから忘れはしません、教えてくれたあの遊び。では入れてみます。忘れはしません、教えてくれたあの遊び。はい、このソフトウェアはどうなってるんでしょうか。これは基本的には倍音の増加です。ボリュームを上げたりコンプレッサーで潰したりしてるのではなくって、倍音をどう追加するかで基準値より下げるとちょっと暗めな感じになります。存在感は残りますがちょっと暗くなり、半分より上に上げると明るさが増します。ちょっと聞いてみてください。あなたがいたあの頃、まだ子供だったあの頃を、あの頃を決して忘れはしません、教えてくれたあの遊び、握ってくれた温かいあの手を決して。はい、こんな感じになります。楽曲と合わせてもかなり存在感が出てきます。このインフレーターを使ったボーカルの際立たせというのはこういうようなやり方があります。今度はこれをあえてバイパスします。次に登場するのがこのトラックスペーサーというプラグインです。このソフトはボーカルトラックに挿すのではなく、その反対のオケのトラックに挿しています。そしてサイドチェーンで
ボーカルのトラック、トラック4ですね。ここにサイドチェーンをかけています。そうすると、このソフトはボーカルが入ってきた部分を、OK を落として、正確に言えば落とすというより、その歌の周波数の部分を少し低減して、周波数の隙間を作ります。通常なら、イコライザーでやるところを全自動でやってくれます。ちょっと聞いてみてください。今はバイパスです。入れます。このようにボーカルが入ってきた部分のオケの周波数を落としてくれるとっても便利なツールになっています。これにはフィルターをかけることができて、今動かしてますようにボーカルのない部分はあえてオケがあまり悪い影響が出ないようにフィルターをすることができます。またもっと詳細にアタックのスピードであったりとか、これを MS で処理したりとか、そのような詳細な設定もできるようになっています。こちらの方はボーカルには何の作用もかけないで、単純に周波数の隙間だけを作っているというふうになります。もう少しアタックを早く聞くようにしてやってみます。リリースも少し早めにしておきます。そして MS で処理してみます。真ん中のダイヤルを触るとどれだけ押さえるかを設定できます。もっと押さえてみます。このぐらいリダクションするととってもボーカルが聞こえやすくなります。少し抑えすぎると演奏トラックが不自然になっていきますので、じゃあこれを両方うまく使い、リダクションはこのぐらいにして、そして先ほどのインフレーターも同時に使ってみます。Thank you.
両方使う方が自然で、なおかつパンチも出て、ボーカルも聞きやすくいい状況になりますよね。一つのプラグインだけではどうしても賄いきれない、そういう部分もあるということがこれでとってもよくわかると思います。今日はボーカルトラックを沈まさない、そしてダイナミックレンジも壊さないで、歌の良さを十分引き出すようなツール2つをご紹介しました。皆さんも一度チャンスがあれば使ってみてください。少しインフレーターの方は高額ですので簡単にはいきませんので、まずはトラックスペーサー、これなら数千円で手に入りますので試してみるといいのではないかと思います。今日もご視聴ありがとうございました。村長でした。